静かなる防衛の時間です。防衛省でも検討か。次期リチウムイオン電池開発に新たな光が。これで潜水艦や護衛艦などハイブリッド化が進むか。今京セラが新たなリチウムイオン電池を開発しました。この電池かなりすごい。なぜか今まで液体だったのを粘土化、に成功しました。現在横流潜水艦や護衛艦のハイブリッドが進んでいます。このハイブリッド化を進めるためにはやはりコストダウン、が必要になってきます。この京セラが開発したリチウムイオン電池ですが、液体から粘土化にする技術で3割減 30% のコストダウン成功しました。もう来年には生産ラインを作ると発表がありました。世界でもリチウムイオン電池に注目が集まっています。潜水艦の横流潜水艦に採用されたリチウムイオン電池で世界中が日本を注目しています。それに今後視野が広がってくるでしょう。世界でも世界で1位になるほどのリチウムイオン国家に生まれ変わるかもしれません。原材料のリチウムは非常に少なく、また高価な原材料です。この原材料を 30% コストダウンすることにより、防衛省でも採用しやすくなります。今までの双流型に
乗せ替える、蓄電池を入れ替えるという手もあります。その場合はスターリングエンジン、必要なくなってきます。が、この回収費も結構な回収作業になると思われるので、予算化が必要になってくるでしょう。この京セラのリチウムイオン電池、次世代リチウムイオン電池、本当に新技術です。いち早くあなたにお伝えしたく、今回取り上げてみました。今現在、ソーラーによる住宅での電力の売買は価格が下がってきて、ほとんど新築で建て、同時にソーラーを設置して自分家で使うぐらいのメリットしかありません。メガソーラーもこの買取の定価で収益が見込めなくなってきている。しかし、工場などまた別の分野でリチウムイオン電池を採用すると、ソーラー電気代の大幅カットにつながるでしょう。今からこのリチウムイオン電池開発はもっともっと進んでくるでしょう。 50%、60% コストカットすると価格の面でもやはり下がって量産、この3段階でより普及してくるでしょう。日本の技術はやはりすごいですね。京セラの株も上がってくるでしょう。今日はリチウムイオン電池を取り上げてみました。新チャンネルを作ったんで、説明欄から登録お願いします。本日の視聴ありがとうございました。